第1回長谷川健太を。どうも、劇団シロちゃんのアタックです。総理です。そして南亮也です。よろしくお願いします。実はですね、はい、長谷川健太王ということで、いや長谷川誰だよ長谷川健太ですね、2018年度劇団シロちゃんの座長で、はいはい、2017年度秋公演のルルルのルドンと墓場のガストで主演をやってた、主演やってた子、はいはい、あ、分かった分かった分かった、代表作、はい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 、でルドン役をやっていた子で、長谷川健太王を決めていきたいと思います今日は。おはい、おうです。どうやって長谷川健太王になるかって知りたー、知りたい長谷川健太にいくつか質問をしまして、はいはい、その質問の回答と同じ回答を僕たちが、ね、できるかどうか、その正解数が一番多い人が長谷川健太王になれます。なるほど、王になる、王になる。今日は、今日ここで第1回の王を決めます。初代長谷川健太王を決めますよ。はい、早速第1問。おー、来た早い。こういうの初めて。え、そういうお題なの。なんて答える。なんて、あ、この質問に長谷川健太答えたか。あ、こういうの初めて。あ、待って、全然わかんない。タイムいきなり難問じゃない。これ難しいよ。好きな食べ物とかから始めろよ本当ですよ。え、どういうこと、確定要素全然答え方が分かんない。名刺これ。いや、違う違う。いや、なんとかで言ったかみたいなことじゃない。長谷川健太がなんて言ったか、なんて言ったか、どういう反応かっていうことです。でも長谷川健太のことを分かってたら、まあ、おのずと答えが出てくるわけです。じゃあ、回答を見ていきます。トーリ君。いや、これもう、これシンプルに、シンプルに、いや、初めてですまあ、シンプルに、シンプルに、ね、普通にこう言ったんじゃないかと。なるほど。だって質問が曖昧だからね、言葉と言ってね。一問目でこの質問ありえないから、ね、ありえないからダメですよ。じゃあ、南さん。あ、じゃあ僕はでも長谷川健太とは長い付き合い。そうだね、旧知の友だわ。長谷健はこう言いますいや、舐めてるんですかちょっと調子こいたことが一つ二つは言うね。確かにね、やっぱ調子の嫌から始まるんだねそう、そういうとこだ。そこは共通するんだ。僕これ結構自信ありますよ。ふふふってくさふふで終わりしようってこれからにしよう。じゃあ、回答を見ていきましょう。あー、そうですね、初めてですねいや、そうそれそうなるでしょそうなるでしょうよ。正解通り、もうほぼ俺正解じゃん。通り正解ですピンポイント。よしよしよし、悔しい。攻めすぎましたからこれ。攻めましたからシンプルに言った方がいいね、これ。そうです、多分これシンプル。長谷川健太もしかしたら面白くないな普通のこと言ってるかもね。狙いに来てると良くないかも。初めてですか、初めてですかじゃあ次の問題に行きましょう。長所は何。長所は何。長谷川健太の長所を言うんじゃなくて、長谷川健太は自分の長所は何だと思ってるか。ああ、そうです、ね、そこが重要なんです。主観的な、彼がどう思ってるか。でもちょっとこれはかけた、これは自信ないタイプです、ね、自信ない。はい、結構彼のパーソナリティだよね。そうだね。じゃあ回答出揃いましたということで、ちょっと僕自信ないんで言っていいですか。ああ、どうぞ。起点が効く。あーあ、まあ、じゃあ次僕一つ。ああ、じゃあ回答します。広い器。ああ、わかるわ。やっぱ座長を務めてるだけあって。そう、ね、確かに彼広い、圧倒的に器は広い。そうです、確かにそれはそうだ。服のセンスこれは、いや、そうでしょ、ね、さっきの動画でもね、ありえない服着てたし、あの色の服どこで売ってんだって普通着ないもんね、やっぱセンスがないと。確かにセンスないとはできないからね。回答を見ていきましょう。はい、長所は、そう、楽天的なところです。楽天的なところテニストなんだね、彼はねあ、これ分かんなかったな。じゃあ、全員正解、ね、これそうだね、はい、全員ダメだ。長谷川健太のも何も分かってない次の問題いきます。短所は。短所。あ、なるほどね。そうそうそう、長所って来たもんね。長所来たらば短所ですね。なんだろう、自分の短所を何だと思ってるかでね、彼が。そうです、ね、いや、そういうこと、そういうことなんだよ。それでは、回答が出揃いましたので、はい、でも誰から出しますか。いや、これちょっと、いや、ちょっと自信ない。1ミリも自信ないからじゃあ、1ミリ1000円どうで出しますか。じゃあ1000円、そんなパターンある。せーの、せーの、はい。
生意気。握力がない。感情的になる。そんなフィジカルなこと。いや、だから、ね、精神面彼、基本的に完璧だから。確かに、ね。だから、ちょっと、ね、握力とかそういう野生のものかなと思ったんだよね。だから彼は結構ね、生意気なの。これは僕が思ってるわけじゃないですよ。彼が、短所として。いやいやいや、自分でそう思ってるんじゃないから。当てにいってるだけです。俺は短所だと思ってないですよ。別に生意気だとは思ってないけど、まあ、これ、こう答えたんじゃないかなって。生意気な人は自分の生意気さ自覚しないよ。そうか。確かにな。感情的になる。いや、僕はちょっとね、こう、悩みすぎたせいもあるんですけど、やっぱ、普段、理想としてる分。あ、なるほどね、たまに出ちゃうんですよね。たまにね。そっかそっか、ちゃんと答えちゃう。俺には見せたことない一面だ。あ、そうだ、ね、同期ながらの答えも。そうだね、同期だから。同期ながらしかった、ね、うん、じゃあ答えいきましょうか。はい、見てみましょう。おっちょこちょいなところです。かわいらしいな。これは正解者。いや、これ難しいね。おっちょこちょい出てこない ね、 そうね。あいつおっちょこちょいなのか。でもそういう一面があるんでしょうね。こいつそんなおちょこちょい自分ではそう思ってる。そっか、そうだ、そう、彼がおちょこちょいだった。それ以外はだからもう完璧、完璧すぎる。そうか、嫌な三人でしょう。怖い。では次の問題お願いします。靴のサイズは、いやー、わー、いや、俺はすげえわかる、わかんねえやつだよ。ただ、お芝居をやってるから、例えば彼は何回も役者をやってるから、衣装の人とかだったら、そっかそっかそっか、分かるかもしれないんだけど、いないんですね。そりゃいないから、全然。衣装やってれば分かるから、そうね。そりゃそうだ。いや、知らねえな。いや、僕はよく家に泊まりに行きました。お、ってことは、靴並べたことあるってありますね。靴を並べた中です。ってことは、自分と比較してで分かる。そうです。お、小さいイメージがある。でも、背がそこまで高いわけじゃないもんね。そうですね。そんなにね。そうですね。選択肢があります。同時でいいんじゃない。そうだね。じゃあ同時に出していきましょう、はい、せーの、はい、26.5 25.5 25.5。 おー、一緒だ。これは来たんじゃないか。分かれましたね。見ていきましょう。俺だけちげえのか。 25.5 です。マジか。正解だ。すげえ。やられましたね。そうなんだ。これは長谷川健太郎に一歩近づいたと。もう分かんないはった。並びましたか、これ。並びましたね。そっか、これで全員1点か。よしよしよし。25.5 か。どんどんいきます。全員1点だから、最初の1問目はカットできなかったから。趣味は。趣味。はい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 、あ、これはもう結構ピンときましたよ、ここ。本当に？はい。全然分かんないよ、俺。いや、これは僕がもらったかな。はい、決まりました。はい、誰か行く？じゃあ僕行きます。はい、音楽を聴くこと、これ結構好きでしょ。ちなみにどういうの聴くのか。椎名林檎とか。椎名林檎。そうですね。好きなアーティストって聞かれたの当てられたんだけど、うん、なるほど趣味になる。まあ、音楽はよく聴いてますよ、ね。ウィンドウショッピング。あ、なんかまあ、服のイメージからね。確かに、ね、そうですね。朝ドラ。あー、朝ドラ。朝ドラの話してるわ。これはしますよね。それだわ。これするんですよ。それ正解だわ。これは正解です。朝ドラを見た後にツイッターを遡る。じゃあちょっと朝ドラではないってこと。朝ドラではないね。ツイッターを遡ることなんだ。見るのは付属だから。そっかそっかそっか。正解者ゼロということで。悔しいな、これ。悔しい。惜しかったね。完全に来たもん。いや、本当ですよ。朝ドラまでだったら正解。興奮しちゃったもん。一番再生しているアーティストは誰？おお、これはちょっと、まあ、でもサービス問題なんじゃないか。当てに行きますか、これは。一番再生しているアーティスト誰だ？一番再生しているなんかわざわざ強調してきますよ。好きなアーティストじゃねえもん。再生しているんですか？ゼロと1のものだって。嬉しいほどのクールじゃん。いや、あるかな。ありえんのかな。ありえますね、これは。ちょっと気になっちゃうよね、これ。じゃあ、いっぺんに出してみますか。うん、じゃあ行こう。せーの、ダン。椎名林檎。東京事変。椎名林檎。あ、ちょっと違う。ちょっと変えてきました。ちょっと違う。なるほど。そっか。椎名林檎じゃないような。ソロじゃねえんだ。はい、ちょっと前の、うん。なるほど。椎名林檎です。あしゃー。わー、これは。考えすぎたな。ご覧いただきます。ちょっとひねったら失敗したね。そうですね。では次の問題に行きましょう。はいよ。前世は何だった？
おぉ断定なの彼知ってんだよ、ね、彼は知ってるんだすごいな人の可能性なんだこれ。いや近い前世もありますよ多分。それじゃあ行きましょう。誰から行きますか。じゃあ僕からいいですか。お願いします。クズやん。あ江戸時代のあのなるほど、ね、紙くずとかをもらう。紙くずとか鉄くずとかを買い取る。そうですね。俺もちょっと近いんだよな。江戸の商人。おえどういうこと？なんでそこ繋がってる？なんかでも江戸時代。そう江戸時代なんか喋りとかが好きそうかなと思って、ね、なんか牛と悩んだのよ。牛か江戸の商人かなと悩んだの。アライグマって。なんか見た目の雰囲気から来てる。あー、まあでも可愛らしいですからね。アライグマかタヌキかで悩んでアライグマ。そうだね。まあありえそうだよね。うん天草四郎ですね。天草四郎。天草四郎。教科書に載ってんのかよお前。マジか。特定の人物出てくるんだ。やっぱりすごいな。すごいな。これはちょっと当たんね。当たんねえわ。これは当てらんねえっすよ。来世は何になりたい。来世。あ、でも次は願望で男性じゃなかった、ね。なりたいですね。何になるじゃないかね。かけた。うん、まぁ、あ、ちょっとしないけど。おう、え、はいはい、これに近い感じなんですけど、人の上に立つ偉い人。あ、なるほど、ね、いやちょっと広いけど一緒だよね、まあ、そうだね。おうって出たらこっちが正解です。そうだね、そうですね、はい、いやこれだいぶずれたな。ホタルなんかね、いやでもホタルだった気がするんだよ。気がする。天草四郎って答えた人だよ。いやそうだよな、ホタルではないね。いやちょっと違うから。でもこれホタルだったらすごいけどね。だいぶ来世はそうですね、来世はじゃあ来世はあなたのお耳の恋人で。どういうことなんであいつボケた。あなたの耳の恋人。お耳の恋人って言います。どういうこと。来世はって5回ぐらい言った後にすげえ笑ってたもんね。いやいやこれはちょっと多分すっごい面白いことを思い浮かんだんだろうなと思ったらお耳の恋人。よし、ちょっと正解がしばらく出てない感じ。確かに頑張ろう。212、1人踊ってんの。確かにね、全然。俺何やってたんだっけ。靴のサイズ靴のサイズしか当ててない。よしよしよし。